はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしています。で、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧ください。でこの動画の説明欄にも、えー、そのリンクが貼ってあります。で、今日ご紹介する本は「このカキフライがないなら来なかった」というタイトルの本になります。でこの本は、えー、と関城さんという方と又吉直樹さんと いう方が2人で書かれてますでこの又吉さんという方はも、えー、ともと、まあ、お笑い芸人で多分有,あの有名になった方、まあ、そちらが先だったと思うんですけども、まあ、最近は文学の方でも有名な方だと思います。でちょっと私自身この関所さんという方はですね存じ上げないんですけども、まあ、この2人が自由律俳句という、まあ、あのー、五七五とかそういう形式に縛られていないような俳句を、えー、469句とあとは3分27編ですね、まあ、お互い交互に書くような形で、えー、書かれている本になります。 で例えば、まあ、パッと開いてみますと、えー「色が変わったと舌を見せてくる」とか「野菜くらいは切れそうな風の音」「オリックスブルーウェーブの帽子が寝ている」もう2秒は「もう2秒は猫と目が合っている」「2秒後はどうか」とかですね、まああのー、日常にある風景っていうのをこうお二人の感性で切り取ってきて、まあ、俳句にしているというような感じかと思います。 で冒頭にも申し上げましたけれども私普段はですねビジネス書を読んで、まあ、ここで紹介することが多いんですけれどもあきるってあんまりこういった本を読む機会がありませんでした。 であるまあ、たまたまあのふとしたきっかけでこの本を購入してみたんですけれどもあの久しぶりにこういう日常の風景が思い浮かぶような本を読むとです、ねあのーまあ、いつもビジネス書ばっかり読んでこういうふうにあるべきだとかこういうふうに、えー、成長していくべきだっていうような、まあ、論調からですねちょっと外れてなんとなく心がこう落ち着くというか、えーまあ、自分らしさが取り戻せたような印象を受けました。 あのー、やっぱり全てのその3文と俳句からですねこう日常の風景っていうのがこうありありと思い浮かんでくるとでもちろん映像,映像できれいにバッと浮かんでくるわけじゃないんですけれども自分の想像力をまあ使いながら、えーまあ、風景をイメージしていくとで、まあ、これはあのー、この本に限らずですね他の文学作品というのもあのそうだと思うんですけれどもあのちょっとそういったものの良さとかまた日々のまあ疲れた生活の中にですねそういうまあ本の、えー 本を読むということをま取り入れていくとまあ、もう少しなんかこう生活が楽しく明るくなるのかなっていうことをあの改めて感じさせていただくまあ一冊でしたはいなのであのまあこれまではですねビジネス書ばっかり紹介していることが多かったんですけれどもまあ、もう少しまあの文学作品のご紹介も増やしていければなというふうに今は考えています。 はい、ちょっとあのまあ、持っている本の数とまあ、新しく購入する数のバランスっていうのもありますので、まあ、すぐに切り替わるかどうかはちょっとわかんないんですけれども、まあ、少しずつご紹介できればなというふうに思います。はい、今日は以上になります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。